はい、皆さん、こんにちは。榊敦でございます。ニュース読んでました。ヤフーニュースです。これね、スマホで見つけたニュースですけどね。こういうのあります。11月19日火曜日、6時10分配信って、今朝ですね。二宮和也さんの結婚相手に心ない書き込み。ネット上の匿名の誹謗中傷、どんな法的問題か、クエスチョン。ということでですね、嵐の方ですね、二宮さんって。私もね、嵐のメンバーぐらいね、言えますよ、言えますよ。ちょっと今、家取られたら困りますけど、二宮さん知ってますよ。知ってまる、知ってるというか、別に会ったことはないですけどね、この人が二宮さんやっていうのは分かるんですよ。私がちゃんと識別できる数少ない芸能人のうちの一人ですよ。確かね、野球のドラマ出てはりましたね、どんなに弱くても勝てますみたいな。進学校の野球のドラマ、進学校の野球クラブ、野球部の監督みたいなことしてはったドラマとかって見ましたよ。で、まあ、ようテレビ出てはりますよね。それくらいわかるんです。でも、二宮さんが、元フリーアナウンサーの一般女性と結婚を発表しましたっていう、なんか1週間ぐらい前、そんなことありましたよね。ああ、そうですかって。僕でも知ってるんですけど、ジャニーズって結婚したらあかんのでしょ。だから、キムタクが結婚した時、えらい騒ぎになったっていうのを覚えてますけども、他のスマップの人が結婚してないですもんね。したん？誰かしたんでしたっけ？知りませんけど。で、その二宮さんが結婚しはってですね、この記事によりますと、二宮さんのファンの中には、素直に喜べない、涙が止まらないなど、戸惑いや悲しみを訴える人が少なくありません。さらには、相手の女性のことを快く思っていない一部のファンから、ちょっと言いにくいですが、クソ女、死ね、消えてほしいといった誹謗中傷投稿やハッシュタグも見受けられ、ネットは大荒れの様子を見せていますが、そうなんですか？よう知りません。僕もね、昔ね、似たようなことがあったんですよ。こんなね、チンピラでもね、なんかね、気にしてくれてはる人がいるみたいでね、昔いっぱい書かれたことがあって、まあ、今でも書いてある人もいるようですけどね。私ってね、基本的にね、人のことなんかどうでもいいんですよ。どうでもいい。自分に直接関係なければどうでもいいわけですよね。で、だから別に二宮さんが結婚しはるどうしようと、まあ、僕は関係ない、当たり前ですけど、例えば、まあ、気に入ってる女性が結婚しはっても、別にそれでこうね、相手の男性のことを羨んだりとかって、そういうこともまずないですし、どうでもいい話ですね。だいたい気に入ってる女優はおらへんかな、今は。まあ、どうでもいいですよ。基本どうでもいいんですよ、他人は。あれね、要はね、SNS 見るんですよ、僕もね、Twitter とかね。Facebook はもうほとんど見なくなりましたけど、Twitter とか見ててね、やたらと他人のことをね、こう、他人にこう、突っかかってっていく人いるでしょ。あんたのお互い知ってんのと思うけど、なんか、よう見たら、それ全然知らん人相手に、その発言が気に入らんとか、なんか書いて、なんやかんやでいっぱい書いてある人いますけど、何やってんやろうなと思う。何してんの、あんたらって。暇やねえ と思って。僕、基本的に情報はね、情報を取るためにツイッター見るんですよ。あれですよ、僕が欲しい情報を流してくれそうな人は、こう、登録はしてへんかな、見ますよ。でもね、それ以外何の興味ないですよね。誰かが僕と違う意見を言うたはったり、明らかそれ間違ってるやんっていうことを言うたはっても、別にどうでもいい話ですよ。基本どうでもいいんですけど、世の中にはそうやってこう、これやったら二宮さんのファンなんでしょうね、女性の。それがその結婚した相手は気に入らんって言って。昔、福山雅治さんが結婚しちゃった時に、世のその30代とか40代の女性は、やけ酒飲んでたっていう話聞きましたけど、そんなんですかっていうか、ほんまですかみたいな。自分が結婚できると思ってたみたいな。信じられへんなと思いましたけど、まあ、これもその類でしょうね。まあ、せやけどね、まあ、勝手にね、やけ酒飲むはええんですけど、そのね、ネットでね、書き込みをするとね、ネットは大荒れの様子を見せていますと書いてあるけど、ネットで書き込みをするとね、これ、ちょっとやばいんですよ。で、この弁護士の先生さん、井上さんという弁護士の先生さん、この答えてるんですけど、特定の人物に対する誹謗中傷を行った場合、どのような罪に問われる可能性がありますかって。
まあ質問をしたんですね。で、井上さん、一般に誹謗中傷といっても内容は千差万別で、刑事民事の両方で責任を問われることがあります。例えばあの人は不倫している犯罪者で前科持ちだなど、人の社会的な評価を下げる内容について多くの人が見聞きできるような状況で発言したり、ビラを貼ったり、ネット上の掲示板に書き込んだりした場合、名誉毀損罪や侮辱罪に問われる可能性があります。また発言の内容が、あの店の弁当を食べて食中毒にかかった、あの店は倒産寸前、取引をしない方がいいなどと嘘を言って店の業務を滞らせたり店の信用を低下させたりした場合、業務妨害や信用毀損罪に問われる可能性があります。信用毀損罪、そんなのあったんですか？刑法ですかね。これらの行為は民事上不法行為に当たるもので、これらの誹謗中傷によって損害が生じた場合、損害賠償責任を問うことになります。って書いてありますね。簡単に言うならね、人の悪口をね、ネット上に書き込んだりするとね、名誉毀損罪で、刑事民事の両方の責任が問われるということになります。それでね、皆さんね、掲示板とかに書くでしょう、今5チャンネルっていうんですか、そういったいろんなとこあるでしょ。例えば僕こうやって YouTube やってますけど、たくさんコメントいただくんですよ。でコメントいただくのも、あれはコメントとして誰でも読めるところに書かれるわけなんですね。で そこでですね、あんまり変なこと言ってもらうと、その名誉毀損に当たるかもしれません。いや僕まあ別に訴えませんけどね、そんなもんね。まあどうでもいいことですし、あんまりこれひどいなと思ったら見せんようにするだけですから。もうそれだけのことなんでどうでもいいんですけど、そういったところにね、誰でも見れるところに、書いてしまうとですね、見つかるっていうか、ほぼすぐあというか、ほぼ見つかりますよ、あれ。僕ね、見つける側に立ったことがあるんですけど、当時2チャンネルだったんですけど、このうわこいつこんなこと書いておるって、これやったろうと思って見つける側に立って弁護士の先生に相談してやったら、あれ大体すぐに見つかりますよ。あ、こいつやっつってせやからね、やらん方がええですよ。それで例えばね、その人がね、前科一犯ですって言って、そういう事実があったとするでしょ。前科一犯ですって書いても、それが嘘ではなくても、前科一犯であるということを言って、その人の信用を貶めたらですね、それはあれ名誉毀損になるんですよ。事実か非事実であるかっていうのは、まあ根本的には関係ないっちゃ関係ないですね。で非事実であればなおさら罪が重いっていうことですね。嘘を流布してるわけですから。で事実であっても、それを言ったことによって、どう言いますかね、社会的信用をこう落としめるということは罪になるということらしいですよ。まあそういう例、それで罪になったという例があるんかないか知りませんけども、名誉毀損ってそういう構成要件らしいですね。ほいでね、それはネット上の匿名の人物による誹謗中傷でも適用されるんでしょうか。井上さん、匿名の人物であっても誹謗中傷と認められる行為がある以上、名誉毀損罪や侮辱罪、業務妨害や信用毀損などの罪に問われる可能性がある。また民事上の損害賠償になります。ハンドルネームを犯されても、それは被害者になり得るということですね、これね。罪を問われる誹謗中傷と判断される基準はどのようなものですか。井上弁護士ですね。例えば誹謗中傷が名誉毀損に当たるのかという場合に問題になることが多いのは、括弧事実の適時であるか、また名誉毀損したと言えるかといった点です。名誉毀損を問うには、括弧〇〇はオレオレ詐欺をしていた、括弧〇〇は妻子がいるのに〇〇とホテルに入っていったなどといった具体的な事実の適時が必要です。そう、事実の適時って必要なんですね。で適宜される事実は、その真偽を問わず、つまりさっき申し上げた通り、ほんまか嘘かってどうでもいいわけですね。どうでもいいとは言いませんけど、まあ、あれですね、真偽だから、要は事実であるかどうかですね。でもまあ、より嘘の方が悪質だとみなされますね。特にネット上において罪を問われる誹謗中傷に該当する可能性が高いと考えられるのは、どのような言葉内容でしょうか。と井上さん、一般に内容虚偽の事実について犯罪行為を行っているといった内容の誹謗中傷をしたような場合、名誉毀損罪などの罪とある可能性が高いと考えられます。ね、名誉毀損ってね、年間ね20件ぐらいしかないんですよ、実は。刑事責任を問われている例が。
でも巷ではですね、名誉毀損の民事裁判っていうのはいっぱいあるみたいですね。マンションの管理組合内でね、人間関係悪くなるでしょ。ほんだら、あいつは名誉毀損やーって訴えてる例が山ほどあるみたいですよ。でも大概みんなはね、和解するんですけどね。はい。そう、ほんで本人しかできひんとかいう話ですね。最後に井上さん、こんなこと言ってあります。誹謗中傷をネット上に書き込むことは、名誉毀損罪や侮辱罪、業務妨害罪といった犯罪に該当し得る行為であることを、日頃からよく理解しておくことが大切だと思います。ネット上への書き込みは瞬時に不特定多数の人が閲覧し、半永久的に残り続けるものであり、書き込まれた人は甚大な被害を受けることになります。ネットの特性や被害者が受ける被害の甚大さをよくよく考えておくことが必要ではないでしょうか。要は書くなということですよ。ハードルネームで書いてる人もいますけど、まあ大体書き込みってのは匿名でしょ、日本の場合。あれで、名誉毀損になりますね。ツイッターでもなりますね。やろうと思ったらできますし、ツイッターでも剥がせます。誰が書き込んだかっていうのが分かるんですね。今の日本のシステムもそういう風になってまして、とことんやろうと思ったらとことんできますし、実は警察はね、瞬時に分かるんですよ。警察は。警察より早く中国政府が分かるっていう説もありますけどね。まあ、それは置いといて。あれね、もう別にね、大抵のことはね、見過ごされてますけど、被害者がね、俺らやったろと思ったらね、日本ではそれができることになっています。し、私もやったことがいっぱいあります。なんで、まあ、なさらないのが一番であって、刑事民事両方来ますからね。まあ、警察がね、動いてくれるってのはよほどの悪質な時だけですけども、民事はね、訴えたら勝ちですからね。パッと訴状出したらいいだけなんですよ。そしたらもうすぐ相手呼び出されて、で、まあ、あれですよ、裁判になるんですよ。で、裁判って公開ですからね。裁判所でやってることを、例えば、あれですね、YouTube とか、あるいは掲示板にさらすとか、ブログに書くっていうのは別に犯罪ではないんですよ。犯罪ではないんで、なかなかやりにくいです、それをやられると。公開原則っていうのがありますから。で、それが名誉毀損やというふうに訴えることもできなくはないですけど、ちょっと難しい。貸すのはちょっと難しいかもわかりませんね。まあ、僕、弁護士ちゃいますけどね。だからね、要はね、余計なことすんなってことですよ。だから私、人の悪口は一切ね、言わんようにしてます。ネット上では。政治家とか別ですよ。小池知事とかね、小泉進次郎とか、ああいうのは別ですけど、一般人とか、もうただのその辺の何冊か本出してる人とか、どうでしょうね、その大学教授みたいな人とか、タレントとか、そんなん言うてもしゃあないよ、みたいな。言うてもしゃあない。別に腹の立たへんし、というのが私のスタンスでございまして、世の中そういうことをやるとすぐにやばいことになるという記事でございました。貼っときますんで、皆さんよろしければ読んでください。はい、皆さんどうもありがとうございました。